どういうこと？お、お、ちょっと、こんなとこで意識取り戻しても、もうダメだよ。息がな、続かないでしょ。あれ？水中で息できるようになってる？まさかの、エラ呼吸獲得。魚もついてくる。やっぱり友達だったんだよ。本当？あれ、上は開いてないのか。このさ、変な衝撃波とかさ、何なんだろう。おい、ちょ、お。ちょ、おー、たった。あ、なるほど。あの赤いのとかに捕まれってことか。これ。あーひどくない？ひどくない？あとちょっとのとこでやらせてくれないんだよ。一回ここで捕まろう。ああ。ダメだ。手離しちゃった。もう一回待とう。あれは何？元カノなの？よし、今だ。経験。もう迷ってたら、間に合わなくなるから。よし。間に合った。どこーい！アップな？危ない。もうこの世界観がやだね。あれ？この、あ！この明かりはまたダメなやつか？おい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 。来てる。ああまたピヨンとされた。でもまあまあ、水の中のあいつよりはよっぽどいいや。はいはい、これね。でもちょっとさ、これタイミングなさすぎない？あ、わかった。今のなし。一回待って、追っかけで行くんだね。どんだけ回せるかな。うわ、何これ。よし。お。
うわわ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 。お、今も回せるぞ。よし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 。あ、いいねいいねいいね。いけるぞいけるぞ。もういけるか。あ、なに、階段が足りない、階段が足りない、どうすんだよ。え、階段足りないんだけど。ちょっとちょっと、怖い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 。あ、あっちに飛び乗れって話か。よし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 。あ、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 はい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 。いいぞ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 。これで、これでいける、これでいける。よし。よしよしやった。これはあの穴にチャポンって入んのか。絶対あいつがいるよ。絶対あいつがいるって。でもまあもう水の中で息できるからいいのか。お魚さんがやたらついてくんな。あ、これはただ着地用の水っていうだけで何もないのか。ん？出れる？よし。何これまた。お？閉じた。あの子とは和解したんじゃないの？和解したんかな？なんか好きなだけ好きなことされてポイってされた気がする。お！もてあそばれてポイってされた気がするよ。またこの暗い水の中、これはトラウマになり、お！あれ、あの男だ。もう一回上に戻れるね。ふんふん。なんだこれ、上が水みたいになってんのか？よくわかんないな。お？行き止まり？あれ？あんなところにボタンがあるけど、これ押せないね。不思議だね。なんか上が水面みたいな感じになってない？あ、これあれか？ここまで、ここまでじゃ全然足りないな。潜って、お、おう、
こんなところにもスイッチが。なんだ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 。あー、なるほど。え？どういうこと？これでいいの？これでいいの？これでいいの？何の解決にもなってない気がするけど、いいのかな？あ、わかった！ちょっとまた自分のひらめきが恐ろしいな。違う違う、こういうことですよ。見ましたか？まさかのこのウェプシューンボックスをこんな使い方するなんてね。でもここは箱がなくても登れるよね。なるほどね。はいはいはい、わかったよ。ちょっとすごくない？かまちゃんのこの発想力。あれ？惜しかったな。この辺からかな。あ、自分乗ってない方がいいんだ。ほらね、すごいね。完璧ですよ。ほんで、これなんだっけ？あ、これで上にやんのか。はあ、はあはあ。すげえ、完璧じゃない？完璧すぎる。上乗ったら重いでしょ。ね。上乗ったまま行こうとしてたね。でもカムちゃんすぐ気づいちゃった。あ、音楽。音楽。ん？お？どういうことかな？あ！ちょっと待った。ちょっと思ってたのと違う！紐の先っちょに繋がってるの何？
紐？紐の先っちょに繋がってるの？どれのことかな？二段ブースト。こんなにパワーの弱い二段ブースト。初めて見た。違う違う。おーい！そんな二段ブースト、ちょっと一緒に乗っけてってよ。違う。そんな時間差二段ブーストはダメだよね。慌てない慌てない。イカのお寿司、イカのお寿司。どうですか？うわぁ、うわぁ、うわ、すげえすげえすげえ。やっぱ逆水の中みたいになってる。人がいっぱいぶら下がってるよ。置いていかれた。置いていかれ二段ブーストですよ。なんだなんだなんだ。あ、こっから入れる。そうだな。ポンコツ感溢れる二段ブースト。だいぶポンコツだったね。これは何？こっから入れって？お、なになに？これは何？なんか落ちたよ。あった！え？死んだの？嘘でしょ？そんなことってある？なんで？あ、こっちも抜けって。二つあったんか。さあ、二つ取ったよ。どうすんの？でもこれを追っかけると、自分ポチャッと落ちて死んじゃうからな。あ、こっちをもう一回やれって？はい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 。お！来た来た来た！来た！すげえ、なんか不思議。考えてあるよね。なかなかパズルの質としてはすごい面白いね。おお、こうすると下がってくる。あれ？どうなってんだ？上が水になってんか。不思議。あれ？どうしました？開かない。え？どうして、あ。え？どうするんだ？こうやると閉まっちゃうし、こうやると開くんだよね。この状態で行けってことか。難しくない？全部水になった。え？難しいな。どうしよう。これじゃ生きようがないよな。あそこで光ってるのは何かな？なんか関係ある。
関係ない。あ、わかった。このギリギリのところで開ける。あと少し足りない、あと少し足りないな、あと少し、なんかないか。こっちなんかないかな。人がいる。ありそうだな。あった。手頃なのがあったよ。ほら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 。このたまに檻に捕まってるこのミニオンズは何かね。なんか開いたな。やだな。嘘嘘嘘嘘。なんかあれ、子供もいるね。出荷されるミニオンズが出荷されるよ。あの出荷する側は何なんだろうね。子供までいるよ。世界観が未だに分かんないね。さ、そんで、このままでは、あっちに行ってないから、一回水入れて、これを水でプカプカさせます。そんで、これを水の中で引っ張れるかな？お、引っ張れる。完璧じゃない？これガマちゃん完璧だよね。んで引っ張りました。あ、違う。ここ。ここに置いときたい。そう。ここね。はい。これで、落とします。そして、ここ！ほら、完璧じゃない？おし！すごいね、これ。もう、通常の常識じゃ考えられない発想になってきてるよね。よし。あれ？あの、ボールかな？それとも嫌いかな？あれは。人がいるよ。あれ？あんなところにも。あ、またこれ水と、あれ逆になってんだ。下行ったらダメそうだな。超不思議な世界だね、これ。でも、上がるところがないな。下行くしかないのか。マジか。これ、下落ちたらなんかさっき死んじゃわなかった？今度は大丈夫かな？あ、大丈夫だ。やった。そろそろあの子が恋しくなってきたね水の中で息できるようになったら意外に悪い子じゃないのかもしれないね。さて、あれ押せないね、このままだと。
お、なんかある。なんだこれ。おー、人落ちてきた。人落ちてきた。あ、おー、パンツ。体格はそれぞれだね。パンツ一丁。なんか汁男優みたいなのが。こんなシーン見たことある。こんなシーン見たことある。今ひどいことになってるよ、多分中で。完全汁男優じゃないですか。ミニオンズが汁男優になった。せーの。おい、汁男優、ほら。あ、せーの。はい。もうチームワークがない汁男優だな。ここだよ、ここ。なんか協力してない奴が2、3人いるな。せーの。もう。あ、もう。お、あ、もう。ダメだなぁ。足りないぞ。なんか足りない。シル男優だけでは無理だ。なんかいるんだな。あ、もう一人いた。今起きた。あれ？でももう他ないな。これ気持ち悪い。一人気持ち悪いのがいる、ここに。起き上がれないのか？ちょっと気持ち悪いね。あれ？手だけのやつとかもいるよ。バラバラになっちゃったんか？気持ち悪い。気持ち悪い。落ちた時取れちゃったんか？なんか手だけで動いてない？ほら、こっち来てるよ、手だけで。あ、わかった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 。ここだ。あ、違う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 。違う、違う。そうじゃ、そうじゃない。こっちですね。あれ？あ、わかった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 。いくよ、シル男優。せーの。よし。これで水位を下げます。水位を、てんてんてん。でも、かもちゃん、このコメントが出る前にちゃんとわかったからね。よし。じゃあ、ここで、せーの。よし。ずっと見てたらちょっと可愛くなってきた。ほんと？気持ち悪くない？よし。あー！惜しい！惜しい！落ちるところを間違えた。もう一回行くよ。せーの。よし。今度は位置を間違えないように。ここだ。よし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 。行くぞー。よしよし。やったー。今度はミニオンも合流してきたね。ミニオンは掃除してんのかな。知るなよ。お？お？トト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 ト。お？あ！わかった、わかった。ここは、あれだ。
チアで行くんだ、チアでね。じゃあ行くよ。せーの。ポトポト、ポトポトポト。お、なにこれ。あれ行き止まりだけど。行き止まりだよ。シルダンユーをあれだけワンダと巨像のアグロみたいにしてこっちまで来たのに行き止まりなんだけど、誰か一人あっち走ってったな。あれもう一人いる。あれシルダンユーかな。走ってあん中入ってんね。ちょっとちょっとちょっと、え、ちょっとちょっとアグロみたいにしてシルダンユ置いてきたら、あ、シルダンユこんなとこで待っててくれた。ちょっと、もう情が芽生えてくるよ。行くよシルダンユ、ほら、せーの、よし。シルダンユーにイーグルダイブ。いるかな、シルダンユー。来てる？お？シルダンユーも来る？来ない。これさっきのとこだよね。あれで。ワンダと巨像もアグロがパインチのおっさんだったら感動半減だよ。しかも超いっぱいいるんだよ、何人か。十何人いてみんなブト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 って落ちてくんだからね。お、開けられる、よしよし。あー、ダメだ、パワーが足りない。シルダンユー、あー、どうしたらシルダンユーがこっち来るんだろう。上にいるんだけどな。すげー上にいるんだけど、シルダンユーのパワーがないと開かないよ。こっちからか？あ、こっちからだ。これさ、シルダンユ頭ってどうなってんの？なんか潰れちゃってるのとかない？ほらほらほら、なんか四角かったりさ、ね、あ、ほらほら、シルダンユ見てごらん、これほら。ね。じゃあ行くよ。なんか一人倒れた。よし、じゃあ、みんな行くからね。えい。音楽。音楽。シルダンユーパワー、やばい。ポト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 。なんか一人ソロのシルダンユーがあっち走ってなんか入ってってる。来れるか？あ、来れないのか。ここまでか。なかなか
可愛げのあるシルダンユたちだったな。置いてっちゃうのが忍びない。ずっともだよ。ここは何だろう。電話が4。あれ、さっき3とか書いてあった。これ4になってんな。中に誰かいるよ。おーい、びっくりした。え、これは捕まえに来たの？何？あ？おーい、おい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 。あ？なんか見てるみんな。超見てんね。なんだろう。何見てんの？何見てんの？すげえ集まってきてるけど。ん？何見てんの？うん？これは何なの？これは。こんなところに階段が。え？おーい、ちょい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 。なんか今あれを操作するのかな。ゴルフ場から来た人いたよね。カートに乗ってた。ん？なに？これか。今度はあっちのパイプに飛び移ると、よいしょ。よし。ん？これは敵か。見つかっちゃいけない人たちの方か。よいしょ。ん？何？え、あれに飛び移れって？難しいこと言うな。よいしょ！どえ。お！何？楽しい楽しい。なんかないのかな？ここまでしか上がんないんか。なんだろうこれ。あ、やった。ちょうどいい。これは下に降りるんだろうな。なんだろう。すげえなんか大事なところに来てる気がする。水の中入れってか？ダーイブ！お、お、
なんか開いたよ。なんか開いた。なんだ、流れが結構きついな。上行ける？行けない？あ、水が抜けてきてるんだ。抜けてきてる？抜けてきてはいないか。あ、止まった。これでなんか下に行くのかな？おー、なんかな、入れそう。入れない！え？他なんもないよね。なんか止めとくやつとかあるかな？これなぁ。ずっとこれ開けといてほしいなぁ。ダメだ、速攻閉じちゃう。ダメだね、このままじゃ。ちょっと外出て、って言っても行けるとこないか。困る。それとももう一回スイッチオンにしてみるのかな。おや、なんか変わったね。あー、わかったわかった。足りない。音楽かけさせといて申し訳ないけど、しくった。今のなし。もう一回。せっかくさっきいい音楽鳴ってたのに、掴み損ねた。よし！行くぞー！てい！あ、ズボン抜けた！恥ずかしい！みんなに見られてる！なんだよ！なんだよこれは！何の恥ずかしめだよこれは！なんなんだよ！あ？なにこれ気持ち悪い！なにこれ！なにこれ！パンツ脱げ、スポンポンになっちゃったよ。気持ち悪いんだけど、これ。なにこれ。え？これ見てたんか？さっきの人たちは。これ。これを見てたのね。なんだろう、応援してくれてんのかな。コンセントみたいになるけど、これ取れない？取れない。自分もあのこん中入れって、あ、これを取れって。お、おーおーおー、なんだこれ、気持ち悪い。気持ち悪いね。なんだろう。ちょっと血みたいなもので、わあ、気持ち悪い、気持ち悪い。なんだよ。あ、これ動かせる。嬉しくない。これが動かせるよ。すごくない？かつてこんな気持ち悪いのを動かせる。ゲームなかったよ。気持ち悪い。ダークソウル、塔のラトリアの囚人団子みたい。こんにちは。なんか、気持ち悪いものでーす。結構上手に泳ぐのね。うん。主人公、この中入っちゃったから。
これどうしたらいいの？これ気持ち悪いのになった。けど、ここから出られないよ。下かな？あれ？下も行けないな。どうすんだい？あ、このコンセントを抜くのかな？うわ、超いっぱい足あるから。うわうわ、ブニブニの反乱だ。最悪だこれ。なんだこれ。逆襲が始まった。逆襲が。すげえ、何これ。しかも結構早い。超強いんだけど。ああ、シルダンユ、シルダンユも来るか、来るか。ほら、こん中入ると気持ちいいぞ。入る？入る？入んない？入んないのかよ。シルダンユのくせになんかそれはちょっとみたいな感じでね。あ、助けてくれる。でもせーの、よいしょっと。あー、重くて落ちた。あー、重くて落ちた。うーわ、すげーのが落ちてきた。塊魂ってこんなゲームだったっけ。これ塊魂だね、まさに。すごいねこれ。ほんとどうなってんの。なんか苦しそうなんだけど。力は強いな。どうすんの。あそこに行きたいのね。よし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 。怒っちゃう。怒っちゃうよ。飛べるかな。よし、立って。せーの、あ、怒ってる。足が怒ってる、怒ってる、怒ってる、怒ってる。片っぽ怒ってる。よし、た、せーの、ぴょい。ダメだ。重たすぎる。よいしょ。はいはいはい、わかったわかった。一回押した方がいい、一回押した方がいい。よし。よいしょ。おお、わ、すげえ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 。おお、思いっきり。なんだこれ、社長みたいなやつか。うわー、社長潰れた。社長潰れた。足が赤くなった。しかしこれすごいね、このグラフィックのリアルさというか、この物理演算のこの
ほら気持ち悪い気持ち悪い、これ足がねちぎれたの動いてんだよ、気持ち悪いよね。ほら動いてんの、動いてんのこれ、気持ち悪い。え、この棒を持ってどうしたかったのかな。ね、この物理演算だからこそのこの自然な転がり方というか。え、あの 棒をどうしたいんだ。一応持てるんだよね棒はね。なんかオレンジのがなんか気になるけど。え、水で汚れ落ちた、すごいねこれマジで。こんなゲームが無料で遊べるなんて世の中おかしいよ、本当だよね。いやすごいよこれが。なんかさ、プライム、あ、プライムじゃない、エピックゲームズか。あれでタダで配ってんだよ。もうゲームってさ、お金払うもんじゃなくなってんだなとか思うよね。これ何？これでツンってつけばいいの？その割にはなんか重いからさ、あんまり効果がないね。どうすんだろう？動いてる足ってこれ落っことぬしじゃん。え、これがついてたの？豚に。しかし苦しそうだな。これ、どうすんだ？ん？いけないなぁ。どうすんだろう？だんだんこれ可愛く見えてくるね、こんなん見てると。どうすんのこれ。これだけ持てるんだけど、なんかやることあるかな。上のライトをどうにかするのかな。そうだよね。あ、立って、もすげえ、立たしたすげえすげえ、この自然な感じすごいよね。すげえ。お、あ、乗り損ねた。この自然な感じすごいよね、物理演算の。乗りたい。いや乗ったよしよーい、だっパターン。お？お？開けてくれるかな？ダメだ、近寄ると逃げちゃうね。いいよ、わかった、もう近づかない。やったやった、にゅるるるるるるる。開けてくれたんだ、こっから降りろと。
すごい、この折り方も超リアルだね。もう少しずつ入ってる感じがすごくするよ。しかもこれ操作してるからね、ちゃんと。カムちゃんうまく入らないな出ちゃったよし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 、出た。また体の部分が取れちゃった。高いところから落ちると取れちゃうのね。なんか持ったよ。ああまた体が取れちゃった。なんだろう、なんで開けてくれたの気持ち悪いからじゃない気持ち悪いからとりあえず開けときゃそこから出てくだろうみたいな。この気持ち悪いの、しかも頭いいしね。てやーかわいいね。すっげえパワーがある。え、こんなとこ入って大丈夫なの？よく、なんでそこ入ろうとするの？あ、入りはしないんだ。あっちからか。あ、これ入れたいの？もしかして。てやー、燃えた。燃えたよ。おお、スプリンクラーが作動した。スプリンクラーがついたけど、どういうこと？この箱気に入ってるけどスプリンクラーがついたけど、どうしたいのかな。あ、スプリンクラーついたからこれで中入れんのか。あれ、ちょっとスプリンクラーでこれ体を濡らして急いで入るとかじゃない？もしかしてね。入らない、さすがにここは入れないか。どういうことかな。まだこの箱に火つけんのかな。もくもくしてる。てやー、てや、あら、火ついたぞ、火ついたぞ。あちち、あちちち、あちちち、あっち投げちゃった。あ、消えちゃった。この火ついてんのをどうにかしたいんじゃないのかな。えい、あ、おっとっとっと、消えちゃう消えちゃう。あ、わかったあっ、これを消さないようにあっち持ってくんだ。でい、キャッチ、あー、でい、キャッチ、やった。熱そう、一番上の人が熱そう。ちょっと焦げてる、ちょっと焦げてる。ここか、ここか、ここに入れんのか。うわ、やった、やったった。おお、ちょっとやけどしてるね。
あー痛そうだな、火持ってたとこ痛そう。たまに転んじゃうところが可愛いよね。開け、下ろして、届かないよ。頭がいいね。このま、このなんだろう、お団子頭がいいね。よっしゃー、よいしょー。あー、変なとこで落ちた。今のなし、今のなし、今のなし。よいしょ、よいしょ。取れない、取れない、取りたい、取りたい、取りたいよ、取りたい、取りたい、取りたい。よいしょ、掴んだ。あー、掴んでない。ずてー。よいしょ、よいしょ、よいしょ。重たいから掴むのが大変。あ、さっきうまく掴めた。また怒った。難しいからさ、難しい、難しい。よし、掴んだ。掴めない、掴めない、掴めない。さっき上手に掴んだのにな。お、来た。ああ上の、上の人が2つ4つぐらいの腕で掴んでる。よーし、おーおーおーおお。結構、結構ドジっ子なところあるよね。ズテーンって。可愛く見えてきたでしょ。可愛く見えてくるよね。痛がるし、うーんつって。高いところから落ちるとさ、下の人がうーんって言うんだよ。痛いんだろうね。結構役、役回りで損するとこと得するところがあるからね。熱いの持たされるところもあれば、落ちるとき下のところもある、あるしね。あ、またある。あ、届かない。届かないな。届かないよ。返して。プシッ。うわー、スイッチ入れてくれた。なんだろう、優しい。ああ、ほれ、欲しい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 よ、欲しい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 。うわー、ひどい。騙された。これが人間というやつか。おのれ、おのれ。あー、締められた。あー、締められてしまった。しかしこれ水の中でも無敵だね。あ、だんだんやめが効いてきたな。ん？なんかない？なんかないの？なんで助けてくれる人いるんだろう？本当だね。あ、なんか取った。なんか取ったよ。やっぱ助けてくれる人、気持ち悪いから。これ持って出てけって感じなのかな。この子は剥がすのが得意なんだよね。
メリメリメリ。愚かなる人間どもめ、この恨みは荒さで置くべきか。かわいいね、これ本当にね。いっぱい剥がし始めたな。ここじゃないのかな？こっち側かな？お？なんかあるよ。お？お、やった！出れるー。あ、新しい海洋生物が出来上がりました。しかし、すごいな、これ。すごくない？このモデル。これ、倫理的にアウトなやつだよね。しかも、これがプレイアブルな、主人公キャラだからね。お魚が逃げてくよ。で、あ、案内してくれてんのか、もしかして。破れないかな。もう一回。よいしょー。破った。おお。お外に出た。あんまり転がすと手が取れちゃうよ。手足が。うわ、すげえ。すごいね、これ。綺麗だし。薄めで見たらほぼカービィみたいなもんだし。でも目カッと開けると気持ち悪さにびっくりするんでしょ。キモっつって。ああ、さてどうすんだ？動かなくなっちゃったよ。あれ？どうした？動かなくなっちゃったよ。お？ちょっとなんか出てきた？ちょっとなんか出てきた。え？これで終わり？何？ちょっとダメージがすごすぎて。いや、ちっちゃくなってきてる？こうやって手足がちぎれて綺麗な丸になったのがカービィなんだよ。そんな、そんな。これちっちゃくなってきてるよ。何になってる？形変わってきてんね。なんだろう。人に戻ってんのかな。なんか人じゃないような気もする。よ、クリアおめ。あざーす。ありがとう。クリアしちゃったね。一回でね。なんか、ワイワイはしゃぎながら楽しくクリアしちゃったな。とっても面白かったな。これはなんだろう。人間っぽくは見えないんだけど。でも動いてるよね。何？ここで終わり？何これ？すげえ気になる解釈がすごい。
ちょっと、それでまた最初からなんだ。この子は一体何から逃げてたの？設定とか。すごいなぁ。ちょっと、深すぎるね、これはね。バッドエンド、そんな、そんな分岐とかなかったでしょ。いや、あの後、あれが何かになるのかと思ったけど、あれが何かになりそうで、これなんだろうなっていうところで、教えないんだね。もうそこで終わるんだね。すごいわ、なんかやりきってるな。結局ストーリーがわからなかったけど、シャウをかけたゆるキャラ作りの話ってことでいいの？もちろんこれはもう制作者側がやりきったゲームですから、作品ですから、そこから何を受け取るのも自由なわけですよ。もうこれはゆるキャラのゆるキャラ制作の話だなって思ったらもうそれが正解ですよ、完全にね。ただ果たしてこっからかまちゃん一体何を汲み取ったかっていうと、いやわかんないね、マジで。多分一人殺された人いたよね、社長みたいなやつね。あれが多分悪いことしてた人なんだろうと思うけど、人を集めてきて、ただの説明放棄ではまあね、まあね、欲を言えばちゃんと説明してほしいところはあるけど、まあこんなインターネットがある世の中ですから、興味のある人は他のいろんな人の考察を読んで、はあそういう考え方もできるのねみたいなことを考えて後々楽しむのも、まあ楽しみ方の一つなのかな。多分ね、まあこっから見取れるとしたら、かまちゃんはこれ金玉の中の物語なのかなと思ったらしないですよ。かまちゃんの貧困な発想力では、これは金玉世界の物語かな、金玉世界を擬人化した物語かなと思うところが、思いを募らせるところがせいぜいなわけですが、まあちょっとそれだと説明がつかないところもまあいくつかあったので、この後詳しく、誰か考察してくれてる人のウェブページなんかを見ながら、ははなるほどねと考えを巡らせて楽しみたいなと思いますよ。それでは、ずいぶん長々プレイしましたが最後まで付き合ってくださった方どうもありがとうございました。とっても面白いゲームでしたね。ではこの放送は GRJ チャンネルと、便利なツール OBS スタジオとリアルカービィの提供でお送りしました。かまちゃんでした。また今度聞いてくださいね。バイバイ。